パドマシャムシェルジャンガバハドゥルラナパドマシャムシェルジャンガバハドゥルラナは、ネパール王国の政治家、首相。1945年11月29日から1948年4月30日まで、首相を務めている。1882年12月5日、ビームシャムシェルジャンガバハドゥルラナの長男として生まれた。1945年11月29日、おじ。 ジュッタ・シャムシェル・ジャンガバ・ハドゥル・ラナが首相の座を退いたことにより首相となった。だが、パドマの地位は不安定であった。というのも、ジュッタの時代に地方へ追放された彼の弟らは、その反対勢力となっていた。それゆえ、孤立したパドマはチャンドラの息子モハン、ババルの支配下にあった。その上、インドにおいて、 ハンラナ派のネパール人活動家の動きが活発になっていった。彼らはラナ家統治の排除、そしてラナ家の下で区物となっている国王を立憲君主とする人民政府の樹立を目指していた。ネパール国民会議派が結成されたのは1946年のことである。1947年になるとビラートナガルでストが発生したのを契機に、 ネパール全土でも闘争が広がり、その波は首都カトマンズにまで押し寄せた。1948年4月30日、パドマは模範、ババルの圧力もあって首相を辞任した。公認の首相には模範がなった。ありがとうございます。